これで着いたんだけど、単純に考えると出し切れないはずになる。ベルトがいっぱいになっちゃうんじゃない。ここが奥のやつが多分出し切れなくなるんだよな。こうなるとはな。8台は大きすぎたのか。ああいけてない。あ、まずいな、やっぱな、これ。なので、いや、2台分は直だな、直だな、これ。そっか、まさかって感じだな。進行くか。じゃあこれで90度。しゃあねえよな、これ。で、また電気か。それ一個か。こんな感じでお願いします。いやー、そんなことになるとはな。で、前の6台を使って、6台ですら720だ。あ、これでぴったりではないか。780だもんね、ベルト。60足りないけど、まあまあいいでしょう。720出てます、言ってるね。で、とりあえず6台目が出し切れるはず。止まっちゃってんな。ダメか、落ち着くまで。いやー、どうなんだろうね、これ。一応ここ空になるぐらいのはずなんだけど、動いてね、あんまり。まあいいか、しょうがない。で、他の準備ができるまで、とりあえずひたすら新区域になっております。で、次やるべきが、別の場所に、ボーキサイトとアルミナ溶液やらないといけないんだよね。だからこっちの方かね。これ場所なくね。これってまた岩山にぶつかってしまうぞ。あ、どうしたものか。作業スペースがないというか、向こうが使うじゃん。今あるとやり方は違うんだけど、こっち行くしかないか。こっち作業入れがそもそもないんだね。となると、単純にこの石油コークスをここから持っていって、そこだよね、そこから下がっていったところに、目印、どうしようか。大変なんだよ、坂つけんのな。やるか。下がりたいんで、下りたいんだよね、ここは。あそこから下る。こうなって、なんか随分低いところに作業エリアができちゃうね。あ、透明にします、これ。透明でいきますか。じゃあってなんだって感じだけどね。透明大好き。まあ、ここがそのアルミを作るエリアになる感じ。そう、今結局何やってるかっていうと、アルクラとアルミ板量産のための下準備なんだよな。とりあえずゴムと、あれか、ゴムとプラスチックはなんか他のものにも必要だったんだけど、まあそっから石油コークスとやらが来ることになる。そうか、だからちょっとゴムとプラスチックの運搬がちゃんとうまくいってんのか、俺確認してなかったわ。ゴムが全然動いてないね。まあこの持ってってる先でなんかもう止まってんのかな。
そっちゴム、ゴムこれ、まあ、くねくね曲がってます。ゴム何使ってんだろう。ゴムゴム、そこなんだこれ。あ、ワイヤーか。ワイヤー OK で、あともう一個ゴムって意外と使わねえんだな。まあ、リフトで上行ってたけど、ゴムゴム、プラスチックも上行ってんな。ゴムがこの上行ってる。痛い。なんと使いづらいジャンプ台なんだろうか。上行けねえ。うわー、わかんねえ。しゃあねえな。使えないな、あれ、あのジャンプ台。あれだね、あの上行ってる。これか。あ、さらに分岐してる。あ、止まっちゃってんの、まあいっか。さらに向こう行ってる。よし、まあ動いてるっぽいんで、まあこれはこれでいいでしょう。あとなんだっけ、プラスチックか。プラスチックもまあまあまあ行ってるよね。よし、じゃあやはりこのまま防気サイトとなんだっけやんないといけないんだよな。これが石油コークス。はい。で、その、違う、こっちね。で、これを何するのかという話ですね、今後。で、それをやるのが向こう側。なんでここ通ってんだって感じでね、俺。あれはカテリウムか。ちょっと天井低くない？いける？これでまずくない？なんかこれダメかもしれんな。石油精製所が置けないとダメ。これが頭当たってる？これちょっと見えないんだけど、当たってるくせえな。ダメですね。さらに下がるしかない。坂いらんくね。坂なしでいいよな。もうそんなことになるとはな。このぐらい下がればいい。やばいやばいやばい、外しちゃいけないやつ外しちゃいそうなんでやめとこう。そっから来るんだよな。だからここが展望台です。ついに坂道もなくなったね、ここ土台の。上からじゃないと外せない。うわー、これ登れねえな、やべえな。これなんかやっぱあった方がいいか、さすがに。それが外れる。で、そこに石油精製所が置けない。頭当たってる？これ当たってるくせえな、マジで。うわーどうしましょう。マジか。あー、なんということだ。
もっと下がんないとダメか。わかった。下がろう。さらに2段下がる。いや、もう1個下がろう。ずいぶん地上が見えてきちゃったね、なんかね。天空の工場だったのに。これ戻れなくなるな、やっぱな。なんかねえとやばい。あ、どうしよう。ハイパーチューブの出番じゃね？マジで、そのために置く？ハイパーチューブ。そこだっけ？ちょっと待って。とりあえずここに精油施設が置けないと始まらない。うわ、木がもう邪魔。置けっかな。置けるね。貫通しちゃうね。あれ、ここまでやっちゃっていいんだっけ。まあいっか。もうわけわからん。見えねえ。あれがベルトのやつだよね。フェンスです。で、ハイパーチューブ入り口。あ、どうなるんだこれ。垂直に登るにはおっと、わからん。しんか、あれ帰れるんだろうか。俺そこまで行けなくない。これ行ける気がしない。あ、どうしましょうね。これしょうがねえな。カテリウムのとこですね、これ。あってよかった坂。おお、敵。ムシムシ。むしむし守ってんのかな、やっぱ鉱石を。で、なんかベルトのポールが置いてあるところのはずなんだが、ここか。とりあえず横に登ってこれればいい。ん、これでいいのか。一個左か。支柱、ここ、こっち、ここか。で、あと電気を下に持っていけばいいわけだ。どっかあるかな、電柱。くれ。ここまで来た。よし、降りるぞ。で、多分どうなるんだ。下ろして垂直になる。ヌードルって何？麺見たくなるってこと？壁を用意すれば。あ、そうか、多分だけど、あのハイパーチューブ用のウォールのやつってチケットじゃねえか。路地で言うと壁用ってやつが多分チケットで買えるはず。あ、下に置けないんだっけこれ。台座の下に壁が置けない。で、このままやると多分ダメなんで、そのチケット開放しねえと。ヌードル、あと何があるんだ。4つある。垂直あるね。
垂直になってる？人が通るものだから綺麗な90度にはなんねえのかこれ。そっかそっか、そうだよね。あんな90度体曲がっちゃうもんね。じゃあこれいいや、普通になんかもうこれは、うん、人が通るようだから90度にこだわってはいけない。詰まってしまうからな体が。侵害してますはなぜだ。もはやもうここでよくね。侵害してます、なんでそっちだったの。ちょっと待ってダメみたいだ。ハイパーチューブ、ここはダメ。フェンスが邪魔ってこと？いや、なんか侵害してますって出るね。あ、電柱じゃねこれ。うわ、また上戻らないとダメか。いや、一回とりあえず上行こう。どこでもいいからつけちゃって電柱の位置ずらして、でエントランス、こうつくのか。電柱がここでいいか。これじゃまずいのか。横ずらして、あれとこれ、とりあえず上に行って、これがダメだったか。こっち、あ、違う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 、これとそれ、合ってんのかこれ。なんかちょっと右ずれてるよね。ので、真ん中この辺かな。これで垂直な感じになってないね。もうちょっと前か。この辺？お、いいんじゃない？多分合ってるっしょ。よし、これで、あ、エントランスか。よし、これはこれでとりあえず戻れるんでいいんじゃないかい？楽々。降りるのは降りれるからね。登るのが大変だからね、やっぱね。で、次これか。そこを通って、石油コークスが来ると。まあ、とりあえず形だけ作っちゃうね。で、石油コークス送って何するんだっけ？そう、だから、石油精製所がないと分かんないって話だよ。で、ここまでやって、あのスペースに、製油施設が置けなかったら、どうしてくれよ。精油、精油置けるね。よし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 。でこれがあって、ここで使うのか。なんか消費量すごい少なそうじゃない、石油コークスで。アルミナ溶液っつうのがボーキサイトと水だから、まずここに石油コークスが来るけど、別の場所でお隣でボーキサイトを持ってこなきゃいけないんだ。どっち側に向かおうか。こっち側でボーキサイトを溶かしてって感じか。うーん、なんとも、まあ、とりあえず土台置かないと始まんねえか。で、物が来るのはここだって決まってんだよね。
リフト、リフト。これは決まってんだよ、コークスが。で、向こう向きか、その製油施設を置くとしたら。で、なんだっけ、アルミナ溶液と石油コークスか。ちょっと頭にね、パッと浮かばねえよこれマジで。だから多分ここに向こう向きで並ぶ感じになるはず。アルミのスクラップ、しかもこれ水出てくんだよね。水どうしたものかね。アルミのスクラップで、これにシリカを混ぜてアルミになるんだっけ。アルミの鋳造、鋳造でやるのかな。アルミのインゴットだから鋳造か。これか、鋳造炉。アルミのインゴットがスクラップとシリカ。先超長え。しかもアルミのスクラップを使う量が半端ねえ。240。どのくらい出てくるんだ。出すぎじゃないそれ。360。360。あ、そう、うん、だから2台分しかベルト通らねえってことだ。マジで、マジなのそれ。ちょっとそれ切りたいな。すげえ邪魔だなこれ。チェーンソー、まあ次回すっか。2台本当に。だから形としてはここにもう1台並んで、まあ、ちょっと今置けないけど、でこっちの方で防気サイトを溶かす。水だっけ、水だよね。ちょっと待ってね、本当わかんない。どう、これだから水を汲んでこないといけない。あ、しかも水100使うってことはフルで通してパイプ1本で3台分だ。防気サイトなんかは多分780来てんだよね。え、これシリカも出てくるの今度また。ふおそうか、わかった、わかったよ。やるやるやる、任せろ、やってやるさ。絶対アルミ作ってやる。まあこれぐらいあればいいのかな。奥位置、ここにアルミナ溶液を入れないといけないから、形としては向こう向き、逆か、こう、あ、位置ずれちゃうんだなこれ。それはそれでなんかダセーよな。ずらすこれ。この辺じゃない？こう？いや、まあずれるんですけどね。そうかそうか。わかんねえな。ここ同じ？こっちか。またずれちった。まあまあこういう感じでつなげて、アルミナ溶液を、あと真ん中に結局あれか、ここにあれ置かないといけないんだ。あ、それ置いた方が楽か。パイプのこれ。
こんな感じ、まあ、ずれてないわけがないよな。そう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 、そこ、あれ、あったったった、もう向きが分かんなくなったわ。こうなる、つなげて、こうかな。形としては多分合ってるでしょ。で向こうに並べていくって感じか。でここに防気サイトを持ってくる。なんだっけ、これか。あ、そうすると、あれか、もう一個離した方がいいのか。ベルト、あ、しかもこれ真ん中じゃねえわよし、そんなところなんですが、方向性が決まったところで、いい時間なんで一旦ここまでにしましょうか。アルミの溶液、後にアルミのスクラップ、そしてシリカと混ぜて、アルミのインゴット、でそれを銅と混ぜるとアルクラッドアルミ板の完成です。今もうなんか湯水のように使ってるけどね。どれだっけ、あ、ちょうど数がなく、あ、これだ、アルクラッドアルミシートね。こんなに大変だったとはね。よし、頑張ってアルミ作ろうぜ。今回はここまでにいたしましょう。また次回これに乗って楽しい。それではまた。